小谷城は1525年に浅井長政の祖父助政が小谷山最高峰にある大津国城を築いたのが始まりとされています。城は東側の尾根城に主な車を、西側の尾根城に福寿丸、山崎丸を配し、間の清水谷には浅井氏と家臣団の屋敷が置かれました。さらに堀を隔てた南側に総川へを配置していました。当時は総川への南と東には湿地帯が広がっていました。この動画では東側の尾根にある曲輪群を紹介します。主要曲輪がある尾根を西側から撮影しました。大きくは本丸から南の南曲輪群、北の北曲輪群に分けられます。北曲輪群は京極氏のために築いたとされる京極丸をはじめとした守護所的な空間、南曲輪群はそれを支える浅井氏の執務空間と捉えられます。一連の曲輪の南端にあるのが金吾丸です。六角氏に攻められたのは朝倉金吾陣を敷いた場所と言われます。しばらく曲輪のない空間が続きます。最南端にあるのが出丸です。城北の曲輪や清水谷の巨漢等を思い出するために砦と考えられます。尾根を下から登っていってみましょう。南曲輪群では本丸、大広間、桜馬場で御殿跡が見つかり、この一帯が浅井氏の実務的な中枢と考えられています。浅井氏は京極氏の家臣であったため、京極氏を奉じる京極丸と三能社を祀る三能丸を本丸より高所に置きました。六号は領内の六寺院が集められたところだそうです。標高494メートル、城内最高所にある大津区です。正面に見えるのが信長が砦を築いた虎御前山です。小谷城は安土城に先行する城ですが、かなり石垣が多用されています。その痕跡を見ていきましょう。小谷城の主要曲輪の場所と配置図です。本間屋に残る馬荒井池です。周囲を石垣で囲んでいます。長政が自立した赤尾屋敷に通じる場所に残る石垣です。桜馬場から大広間に入る場所にある黒金堂跡です。比較的大きな石を使って石垣を構築しています。本丸から中野丸の西側にある細長い曲輪のおつぼね屋敷です。ここには石垣に使われたと考えられる石が散乱しています。岩盤を露出しており、自然の岩を利用しながら石垣を構築したようです。城内で一番広い大広間と呼ばれる曲輪です。ここにも建物の礎石以外の石が散乱しています。本丸南側の石垣です。発掘調査では3トン以上の建物礎石群が検出され、5点のあったことが判明しました。上部は崩れており、本来の高さは5メートルあったそうです。角の三義積みはまだ未発達です。本丸と中野丸の間の大堀です。尾根を切断して作られています。本丸から大堀切りを見ました。深さ10メートル、幅15メートルを測ります。大堀切りを越えて中野丸に入ったところです。ここにも石垣が見られます。
京極丸の入り口です。山王丸の正面にある石垣です。城内一番大きな石が使われていました。大きく崩れていますが、自然崩落ではなく長浜城への石の運び出しなどが行われたのでしょうか。山王丸東面に残る石垣です。このように小田城には石積みとして残っていない部分、石垣の痕跡が城内の各所で確認できます。小田城は戦国時代の山城ですが、最近の調査によって予想以上に石垣が多用された城であることが分かってきました。戦国時代の小谷城のイメージが変わるかもしれません。次回は大津久福寿丸山崎丸を紹介します。